はい、今日はですね、銚子電鉄の5時列車を運転していきたいと思います。3000型で参ります。で、時間になったかな、なりましたね。じゃあ発車しましょう。室内よしと、へー、よし、圧力よし、発車。お待たせいたしました。マルキューさん、こんばんはです。この電車は上り調子上巻倉本さんにいるのかな。こんばんはです。次は犬坊東次郎さん、キロは3001になりました。犬坊でございます。降り口は右側です。運賃は進行方向、運転室後方の表示器に表示されます。ここからは、ね、記録に残していきたいと思います。さて、大地さん、質問答えていただきありがとうございます。パソコン買い直したら大地作さんのゲーム、じゃあぜひお求めいただければと思います。タマさん、元京王5000系の元伊予鉄700系の銚子電鉄3000系、伊予鉄、3000系と、そうですね、700型ですね。高速進行さん、いらっしゃいです。東次郎さん、チャンネル登録済み、高評価ありがとうございます。黄色い電車さん、13時47分の総武本線で帰ってしまい、ギリギリのところで響さんに会えませんでした。ああ、そうなんだ。ちょうど入れ違いでもないな、12時過ぎぐらいには調子にいたので、どっかで遭遇したかも。マルキューさん、あ、そうなんですね、ありがとうございます。よろしくお願いします。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。トラナッツさん、いらっしゃい。さっきまで過去何回も見てました。ありがとうございます。こんな感じで配信をしております。さあ、犬ボーイですね。あ、ちょっと待って、ここは止めとかないと行っちゃいそうだぞ。大丈夫かな。意外と停止位置が分かりにくいんですよね。あ、これか。あ、ありました、2って書いてありましたね。あ、調子行きって書いてあるな。あの看板を見ればいいんだな。だいぶヘッポコブレーキになりましたが、よし、サムソンさん、こんばんはです。東次郎さん、加速要速と運転手さんに不要な電波3001、どうなんでしょうね。室内よし、と、へー、と、へー、よし、圧力よし、よっしゃ。本日は銚子電鉄をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。大地さん、小田急編見てますよ。ありがとうございます。銚子行きワンマン電車です。次は君ヶ浜、今日は銚子電鉄に乗ってきたということで、銚子電鉄を走らせております。降り口は進行方向、運転室後方のドア右側です。運賃は進行方向、運転室後方の表示器に表示されます。ここはだいぶ下っているので、チームしなくても大丈夫そうですね。微妙。マイクのくっつき方がの手作り感がいいですよね。どのチームがローカルを感じる。確かによくローカル線で使われてる感じがするな。どの辺からかけようかな。40キロでしょ。次は君ヶ浜、ロズウェル君ヶ浜に停車いたします。降り口は進行方向、運転室後方のドア右側です。これはよし、
31分、まあ、ほぼほぼ定時ですね。室内よし、とへーとへー、よし、圧力よし、よっしゃFD3S さん、とりあえず淡路駅まで行ってきたんですね。おかえりなさいです。第一速進行さんいらっしゃいです。タマさん、自分が乗った時に出発する時に警笛鳴らしてたんですけど、鳴らさないんですか？鳴らさないって聞きましたよ。人によってなんですかね。次は秋田島、関東最東端や少子高速千葉石切り寄り秋田島でございます。実際にテストをします。なので緊張感は半端ないですね。しかも一発勝負なので、ピリピリ感はものすごいものがあると思います。次は足利島、関東最東端より銚子港直送芝石毛より足利島に停車いたします。降り口は進行方向、運転室後方のドア右側です。この電車の降り口は進行方向、運転室後方のドアです。お降りの際はご乗車区間分の運賃、乗車券を運賃箱に入れてからお降りください。明日出番なのでということで、お疲れ様です。高山線のシミュレーター、高山線ワイドビュー飛騨で行きゃ取れるかな。室内よしと、へえ、とへえよし、圧力よし、よっしゃ。銚子電鉄始発発車時は汽笛鳴らす方が多いです。まあ人によりってところだと思います。3000型は樋口さんは元気で運転してはいません。この電車はもう相当前に引退してるんで、乗ってないですね。お客さんとしては乗ってましたので、運賃は進行方向、運転室後方の表示器に表示されます。あ、でも駅員の時はまだ走ってたかな。支線で走ってたかもしれないですね、最後の方もね。そしたら指導運転士について言ってみるんだっけ。そうですね、学科や、まあ、会社によってこれもまた全然やり方は違いますけど、まあ、まずは学科でクリアしたら実技は変わらないですね。まもなく西足利島ウェルネス8020小沼地下西足利島に停車いたします。降り口は進行方向、運転室後方のドア左側です。だいぶとすんって止まっちゃったな。確か運転手の試験って速度メーター隠してやるんですよね。そういう区間もあります。あ、間違えた。とへよし、圧力よし、よっしゃ、よっしゃ。実技試験ってどのくらいの期間でやるんですか？これも会社によったり、まあ、その機によったりいろいろ違うんですけど、一応規定がいろいろありまして、それをクリアできる区間でやりますね。場内進行、新潟さんいらっしゃい。これは銚子電鉄か。そうですね、銚子電鉄ですね。
今日乗ってきたということもありまして銚子電鉄を運転しています。速度計画されてる見習い運転手見ましたよということで、いやまあ速度計画すのはね速度感を覚えなきゃいけないのと、実際にね、速度観測は突然やってくるので、室内よし、時間はあとちょっと早いか。じゃあ表見四角、表見四角よし、四角、表見四角よし、表見四角よし、じゃあ聴取機発車します。室内よしとへーとへーよし、圧力よし、発車。ソーハンさん、あ、一旦予鉄道に行って頂電に来たんですね。そうですね、快適運転とは大きな声で時差確認って書いてありますけど、まあ乗り心地のいい運転ってことじゃないでしょうか。次は元聴取、タマさん、やっぱり日々さんの与えていた会社はキーでお願いします。京葉東和薬品元調子でございます。降り口は右側です。アナウンスのタイミングが、あ、でも実際の音を使ってるんでね、タイミングなんかも実際と同じはずです。このゲーム欲しいな、 PC そしてお財布がというか、頑張ってお金貯めましょう、働きましょう。ミスターの出席会社はトレンサイム3月この開始の機構、なおこのチャンネルでは公然の秘密、特にここでは公言していませんのでね。はいよ、電車は間もなく緑のトンネルと呼ばれる区間を通過いたします。スーパービューを乗り込んだという、あ、直さなきゃ。電車の一番前、スマホさん、こんばんはです。まるで森の中を走っているような爽快感を楽しむことができます。新宿から RF4625 さんいらっしゃい。新宿から次は横浜国内の方で新人が乗ってて教官が持ってました。本調子、まあ見習いは怒られてしょうがないですね。次の元調子駅はタレントのひろみさんによりリフォームされた大正ロマン風の駅舎を見ることができます。駅舎内には地元の小学生がデザインしたステンドグラスが展示されています。中鉄集団だよ、下が効いてくるな。ありがとうございました。元調子はあと10秒後か、ちょうどいいぐらいですね。ないよしとへーとへーよし、圧力よし、ドアチャイムが補欠急行の HK100 に似てますね。ああ同じですね、確かに。スーパービュー3000型。次は観音しだれ桜、いや見てないな。金太郎ホーム観音でございます。どうだったかな。入り口は右側です。電車は木立の中をゆっくりと下ってまいります。進行方向の手にはほんの数秒ですが、遠くに金沢火口と金太社長に偶然何度も乗っています。私はわざと1回乗りました。偶然じゃん、分かってるのに言いました。すごく緊張されてました。ベテランの運転手さんが見てる前で運転するのはプレッシャーですねっておっしゃってましたけど、そんなベテランでもないんですけどね。
は観音金太郎ホーム観音に停車いたします。降り口は右側です。運賃は進行方向運転室後方の表示器に表示されます。聖愛橋でしたっけ、見える桜もそろそろかな。もう時期的にね、今年は早いですからね、桜はだいぶいい感じだと思います。次は中野町エースショーパークライン鉄道旅行鉄道模型チャンネルさん、こんにちは、ということでこんにちはです。今日は銚子電鉄をね運転しています。上り列車ですね。そうなんです、まあ、究極線ということで一応10キロになってるらしいですが、まあ、いろんな事情があるんだと思います。場内進行4月第3土曜の千元様のお祭りをにぎわうと調子。次は調子、調子、絶対に諦めない調子終点でございます。降り口は左側です。それから忘れ物ございません、場内警戒、今一度お手荷物をご確認ください。新人停車車掌を見ると頑張れよって思いながら見てますね。すぐ慣れますけどね、特に初日なんかはドキドキしますね。制限10分、踏切と前後の線路がうまくないのですかね、まあ、いろいろあるみたいですあの制限10のポイントもね、場所が変わったりするので、ね、たい焼き売店が駅ミスに改造された観音駅、昔はね、たい焼き屋さん観音にあったんですけどね。次は調子、絶対に諦めない調子終点でございます。降り口は左側です。本日も調子電鉄にご乗車いただきまして誠にありがとうございました。次のご乗車をお待ちしております。はい、到着。ということで銚子駅までやってまいりました。